ゴール前、遠野がいます。マンマ、そしてここも決まったか、そうだ。前とつないで、ここ上里が制限かけますが、重弘つながって、おデルガドがボール受けて、デルガドのシュート。鈴木純か、はたまたサロモンさんか。鈴木純の左足決まった。あーっと、ここはミスになった。遠野持つ、遠野持って右に増山の浮かしたシュート決まりました。5センチ大きく曲げて上島、仕掛けていく、増山仕掛ける、サロモンさん入れて、ファーサイド、こぼれた、石井くん。ここはフォワードです。さあ、それがいけるか、ヘディング、サロモンさん。さあ、89分が経過しています。中に入れてくる、三國が待っている、高さがある、遠野。中盤を任された佐藤雄平、今日はキャプテンマーク巻いていますが、さあ、ここは遠野が高い位置で待った。遠野がボールを持ってドリブルでかわして右足シュート。いや、素晴らしい。距離を取ってます、サロモンソン、ゴールネットが入れます。先制福岡。いや、最後スマッシャー、速いボールを入れてきました。こぼれてシュートだ、福岡ボール。ふわんわー、前線に対して囲われるようになると攻撃の厚みと、あとこの動かし方の高めというのが、はい、まあ、ですから大きな人数でどう攻めるかというところですね。さあ、湯沢前を見た、ボールがいる、白いボール、素晴らしい。重要になってますね、はい、さあ、ボール持った遠野、スピードがある、遠野一人で行く、出した、ここ決めてくる、このボールはシュート。いやー、素晴らしい。さあ、収めて逆まで持ってきました、サロモンソン高い位置、折り返しマイナス、うわー、狙う動き、軌道、鈴木純、中には遠野がいる、決まりました。右へサロモンソンが待っています。ヘディングです、遠野入れてくる、ファンマン、ファンマン、激しいプレスでしたが、これはありません。遠野です。前ひろゆき、前ハゲボール、ゴール前高い、決まった、先制。前肩をずらして、まだある、ゴール前、このボールがゴールで止まれて、手前中では裏のボール、増山が抜ける、増山のシュート。ーさあ、ここも前線、ポンと大きいボールを入れていきます。こぼれたところも回収します。増山から上がってきたサロモンソン、低いクロスを上げて遠野のシュート。ありますよね。そうですね。さあ、ここ奪ってから早いです。いいボールですね。つながって遠野、遠野前を向いているが、徳永は手を出してしまったが、決まりました。左足のシュート、見事。
は7枚から8枚ほど。シュート打ったよ、握るのかというところも注目していきたいですね。さあここはフワンマー、裏を取った、裏を取った、村松、村松の対応、フワンマーシュート、決めた。さあファーサイド、グローリがニアに来た、ヘディング、ワンマが決めた。前ゴール前に塔の、その塔の足元につけるか、判定西伊勢、ファーサイドに増山、クワンマヘッド決まりました。中には山岸、ワンタッチ、前広行、マイナスのクロス、ゴール前シュートはどうだ、残せるか、石津シュート2点目。狙いはどこか、ニアサイド速いボール、こぼれてファーサイド、もう一度シュート決まった。奪って前に出て、こちらが14番の松山、まだスピードがあります。そしてカウンターのチャンス、数的には有利になりましたが、中を使って福光、福光シュート、福光。あと福光は本当に下のカテゴリーから段階を踏むように J3、J2、J1 と上がっていった選手でもあります。その福光の5分、いいボール入ってきた、ダイレクト。上島、強さがあります。福光入れてくる、マイナスのシュート、今シーズン8アシスト、今シーズントップを作り出す、そして東大の2人で一時のボールキープ、外に飛んでて枠のクロス、ヘッド、決まった。サーバックの中心という考えもしていたかもしれません。ユーザーはいい攻撃になった、ディフェンスに当たった、ボールがこぼれました、シュート、小泉というところですが、この辺りが非常に激しいプレッシャ ー、 ゴール、前に抜けた山岸、シュート、ヒット出されているので脅威になってますね。いいですか、上島、バンバの前こぼれている、押し込めるか、左足のシュート、前に送って、さあこのボールは打てるか、ブロック、シュート、決まりました。受けてくる山岸、山岸折り返す、後半にはなってると思いますね。なるほど。さあ前から松山、右サイド、サロモンソン、さあこのサロモンソン攻撃参加、中にはタブレット揃ってる、ファンマーク、いやーすごい、さあ中へワンタッチで、さあ山岸、山岸が中へ、グラウンダーのボール、さあどうだ、フィニッシュまでいった、決まった。サロモンソンから中央のオーグルスクローリー、ゴールキーパーしか出てきた、対応前、ナイスキーパーですね。上島、シュート打てるか、フォード、もう一度低いボール、シュートって決まった、返した、ダイレクトのボールがつながっていく、トーノ、トーノ、サポーターの魔王、シナー欲しい、このトーノから左サイド、斜め低いボール、トーノ、決まった。クロスが入る、山岸、後ろからサロモンソン、ファンの皆さんも大きな手拍子。さあこのボールを運んでいく、大きな歓声、手拍子に変わります。おシュート、サロモンソンが入れてくる、ニアサイド、スラスダート、グローリー詰めた、決まった。フランマー競り勝つ、トーノが先に触る、トーノの左足で運べるっていうところは非常に大事だと思いますね。はい、こうやってボールをつないでいきます。ここでボールを取った山岸、福光中に入れてシュート、決まった。